こんにちは、ハワイトーコナです。今日はですね、こちらあそこです、コナブリューワリーに来てございます。先日小花駅、通称パイントリーズ、パインズで、偶然遭遇した、ご視聴者さんたちとここで待ち合わせをしてございます。夫さんとね、あとシェン君も来たんではい、総勢5人ですね。ではでは、すごいようですが、コナブリューワリーのおさらいです。入り口にね、ここチェックインしてねって書いてあるんですけど、チェックインするのはあそこですね、あの小屋で、左手のね、あそこ、ここの小屋ではお持ち帰りのビールが買えます。ここで必ず記念撮影しましょう必ずってことないですけどね、これめっちゃ絵になりますよね。映えスポットですね。こんな感じでちょっと先に見ていこうかな。ただここでチェックインしなきゃいけないのは食べるレストランの人たち、シェーン君がいた、ヤッホーでね、バーはこのままスルーして大丈夫です。とりあえずちょっと様子見ていこうかな。なんかこの時間だと色が綺麗ですね、色彩豊か。ちなみにね、私動画の撮影は全部スマホです。あ、なんかこれ新しいやつじゃん。私ね、コナブリューワリーのシャツ結構持ってるんですよね。結構可愛いんで、すごいビッグウェーブができてるよ。ビッグウェーブのシャツイケてるじゃないですか。ちょっと待って、夫さんの T シャツ、これね、前も見せたと思いますが、まあそんなわけで、あらまあ、今日はね、シェーン君が気を利かして並ぶから嫌だよねと思ったんだけど、ここのテーブル席を、テラス席をシェーン君が用意してくれましたよ。サンキュー。今週のビールはビッグウェイブ、あと今日のお魚はアヒ。そりゃそうだろう、毎日アヒじゃないのかって。アヒってマグロですね、ツナいわゆる。いや、なんか素敵なサンセットになりそうな感じ。この時間いいですね、外。ゴールデンエール、ゴールデンエールとシェーン君は、Kona Low Cold. Never Kona, heard of it. I've never heard of it either. Low Cold. They're all good. Yeah. The light beers, like a golden ale is light. これ。And then you get darker fire. お揃いです、皆さん。私はお水ですよ。Good. はい、シェーン君がいないから、シェーンの代わりに私が。はい、じゃあ、乾杯。イエーイ。YouTuber。はい、今日の一品目、ペペロニロールです。これね、私好きなんですよ。ちょっとピザ生地っぽい、パン生地っぽいやつ、ピザパンっぽい感じ。ちょうど5個ありますよ。はい、いただきます。今ね、年齢当てクイズやってます。今、いくつかなっていう、ご主人が、夫さんは51、シェーン君は45、45? OK、OK。 じゃあ正解はおいくつですか？52。 52? 同い年です。 Same year。 Same year。 Yeah, winner。やったね。I gotta pay for dinner. I pay for dinner. So the question is his wife. 42. Oh man, I feel bad. 42. That's what I thought too. 私40歳だと思ったの。45. You both said 45. 正解は？ You said 45. Yeah, I know. 50. 50? Lies. Right? Wait, how old are you? 53. 黙れ。黙らんか。You are a baby. じゃあシェーン君いくつだ？はい、シェーン君いくつでしょう？ American guy. I age like milk. It's my son.
はい、シェーン君はいくつでしょう。31歳。 31? OK、 The mustache 29 Yep, close 正解は26歳です。26歳です。ヒゲとね、そうそう。It was my birthday last like, お肌が綺麗だ。いただきます。はい、フィッシュタコスとこれなんて言うんだっけ、フアラライなんたらと可愛らしい顔してるわ。このいちごとね、いちごとほうれん草のサラダだそうです。わお、ピザ来てよ、ピザ来た。すごい、すごい来た。マルガリータです。ちょっとめっちゃ盛り上がって喋ってる間に今余ったものを詰めてます。かなりなくなりました。お会計の時間がやってきました。思ってる安い、140ドルだよ。あんなに飲んでね、全然 OK じゃない。私が前4シーズンスで払った750ドルに比べたら。ごちそうさまでした。楽しいひとときでした。本当にありがとう。お腹いっぱいです。でもまだ出かけるよ。アイス食べに行きます。アイスシェーン君がカメラマンになってる。Thank you シェーン。さあDQ 行こう、みんな DQ 行こう。 DQDQ イエーイ。いや DQ に行こうと思ったんだけど、ちょっと行き先を変えてジプシージェラートに行くで、ジプシージェラートに行きます。ココナッツグローブのとこです。あのピザ屋さんのとこです。ピザ屋さんのところ、ちょっとサンセットタイムにいいかもしれない。というわけでシエン君の主張で私も異議なしなので出かけます。イエーイ。